まずはじめに玉城知事から歓迎のご挨拶を申し上げ、要望書を提出させていただきます。はい、ではそのままで開始いたします。まずこの度の大臣に就任、本当におめでとうございます。自見大臣のご来県、昨日から本当に忙しい日程で2日間県内いろいろな、施設を訪問していただき、また関係者の方々とも意見交換も予定していらっしゃるということで、大臣就任後ずっとお忙しくしていらっしゃると思いますが、このように早いタイミングで沖縄にお越しいただいたと心から歓迎いたします。本当にありがとうございます。沖縄県は沖縄21世紀ビジョンで掲げました県民全体で共有する沖縄のいわゆる将来像の実現に向けて、実は2012年からその振興計画とともに前期計画の10年をスタートさせ、後半の3年はコロナの影響で日本全体、世界全体が落ち込む、経済が落ち込むとともに沖縄も特に観光業界を中心に非常に大きな影響を受けました。ただそのコロナが拡大する前は非常にそのアジアのダイナミズムを取り込んでいって、県内にその経済を循環させるという形では非常にいい盛り上がりを見せておりましたので、コロナ以降、まだコロナの影響も今現在残っておりますけれども、コロナ以降はこの新沖縄21世紀ビジョン基本計画後期10年の計画に合わせて、その振興拡大を再び図っていこうというように取り組んでいるところでございます。その中でもいわゆる県民所得が全国でも下位にあるということ、それから子どもの貧困問題や最近ではヤングケアラーですからとか若年妊産婦の問題など、いわゆるその社会的な背景が徐々に顕在化してきているというそういう状況が多くございまして、私どももそのためには今のエネルギーの高騰、物価高騰の対策も含めて、企業と働く方々の稼ぐ力を向上させていくことと、そしてよりこの支援が必要としている方々に対しても、しっかり目配りをしながら社会全体でその好循環のその形を作っていこうということで取り組んでいるところであります。これらの取り組みについても当然国の支援が必要であることから、沖縄振興をはじめとする要望書の内容について後ほどこれは照屋副知事からその要望書をご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから、沖縄はもう特に社会的な背景にあります問題が米軍基地の問題です。昨年復帰後10年を迎えましたけれども、本土全体の面積のわずか 0.6% しかない沖縄に 70.3% の米軍施設専用面積と、そしてその周辺にも、空域海域に広大な訓練域があるため、沖縄近海で、あるいは、近くの空で訓練が、常に行われているということがですね、外来機の飛行でありますとか、そのような日常的な基地の騒音被害、それからPFOS などの水質を汚染している問題など、どうしてもその基地に関する問題がずっと続いているという現状でございます。今日も普天間基地を視察いただくということで伺っておりますので、どうぞ道すがらのフェンスがずっと続いているというその基地と隣り合わせの状況をぜひお受け止めいただいてですね、過重な基地負担、特に普天間基地の一日も早い危険性の除去について、これはもう県民の総意でもありますので、ぜひその点も踏まえてご視察をいただければと思います。大臣におかれましては、ぜひ沖縄の抱えるさまざまな課題の解決に向けて引き続きご協力をいただきますようお願いしますとともに、沖縄県も市町村関係機関、県民と力を合わせて沖縄の将来を確かなものにしていくために、なお一層努力をしてまいりたいと思いますので、どうぞ引き続きお力添えたまります。よろしくお願いいたします。今日はどうも、ご来場いただきありがとうございます。どうぞ要望書、はい、お願いします。はい、それでは要望書でございます。よろしくお願いします。こんにちは。はい、お願いします。
それでは、続きまして照屋副知事から要望の概要を説明させていただきたいと思います。はい、それでは要望事項につきまして、お説明いたします。お手元の要望書の1ページおよび2ページでございます。沖縄振興予算の確保について要望いたします。3ページおよび4ページでございます。令和6年度税制改正について沖縄型特定免税店制度の延長拡充ほか3制度の延長を要望します。5ページおよび6ページでございます。那覇空港発着国内路線等や離島発の国内路線にかかる着陸料及び航空援助施設利用料の軽減の継続、国際旅客便にかかる着陸料等の軽減について要望します。7ページから9ページでございます。物価高騰等への対応として生活困窮者や農林水産業をはじめとする事業者への支援、加えて本県経済の回復に向けた観光関連産業への支援及び空港公園における CIQ 体制の強化、そして本県の物価高騰対策等に対する財政措置を要望します。10ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症対策の財政支援について今後も地域の事情に合わせて柔軟に対応することを要望します。11ページから13ページでございます。沖縄振興における本県の固有課題等への対応として離島振興公立沖縄北部医療センターの整備等への支援、不発弾処理における負担の軽減、沖縄戦を起因として発生した所有者不明土地問題の解決、再生可能エネルギーの導入拡大、県内公立大学への予約部設置に向けた支援及び分泌と生徒工場安定操業対策における財政支援の7項目について要望いたします。14ページをお引きください。駐留軍用地の跡地利用推進について要望します。15ページをお引きください。首里城の復興について復元整備の着実な推進等を要望します。16ページをお引きください。第32軍司令部号の保存公開に向けた支援を要望します。17ページおよび18ページでございます。沖縄鉄軌道の事業化に向けた取り組みの加速化について要望します。19ページおよび20ページでございます。国立戦車機関の設立について早期の設立実現に向けた調査研究を行うことを要望いたします。21ページ22ページでございます。沖縄県の国民健康保険事業について本県の特殊事情に配慮した財政支援の継続拡充等を要望します。23ページをお開きください。子どもの貧困対策を重点的な取り組みとして推進することおよび学校給食費無償化について要望します。24ページおよび25ページでございます。県民の理解が得られない辺野古新基地建設を断念し問題解決に向けた沖縄県との対話に応じていただくことを要望します。普天間飛行場については沖縄県民の思いを真摯に受け止め辺野古施設とはかかりなく一日も早い危険性の除去と県外国外施設及び早期閉鎖返還に取り組まれるよう要望します。26ページをお開きください。米軍基地から発生する諸問題の解決について要望します。具体的には27ページにございます。各1として嘉手納飛行場より南の施設区域の返還等、28ページにございます括弧2再編の実施のための日米ロードマップの着実な実施、そして括弧3オスプレイの配備撤回、29ページにございます括弧4日米地位協定の抜本的見直し、30ページにございます括弧5基地の運用に伴う事件事故の防止等、そして32ページにございます括弧6航空機騒音の軽減、34ページにございます括弧7基地周辺で検出されている PFOS 等の問題、36ページにございます括弧8米軍活動に起因するその他環境問題の解決、括弧9在沖米軍にかかる新型コロナ対策、37ページにございます括弧10訓練水域空域の削減等の以上10項目について解決促進を要望します。39ページおよび40ページでございます。日台漁業取り決めおよび日中漁業協定の見直し等について要望します。41ページおよび42ページでございます。尖閣諸島をめぐる問題につきまして周辺の領海排他的経済水域における安全確保のための適切な措置、
および冷静かつ平和的な外交による中国との関係改善等を要望します。43ページおよび44ページでございます。安全保障関連3文書について策定の経緯および内容、本件における自衛隊配備の予定等について事前に丁寧に説明を行います。自衛隊の運用につきましては速やかに県関係市町村および住民に情報を提供するとともに必要な協議を行うこと、本件への反撃能力を有する装備の配備は行わないこと、本件における自衛隊の配備は在役米軍基地の整理縮小と合わせて検討すること、重要土地調査法の運用につきましては本件の中止区域等の指定にあたっては本件の事情を踏まえ真に最小限のものとすること、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意することを等を厳格に注意することを要望します。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、大臣からご挨拶を頼みたいと思います。どうぞよろしくお願いします。改めまして、おはようございます。この度の内閣改造におきまして沖縄担当の国務大臣を拝命いたしました自民花子でございます。本日は玉城デニー知事をはじめ沖縄県庁の皆様にこうやって温かくお出迎えいただきましたことに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。昨日沖縄県入りをさせていただきまして、戦没者の墓苑にお参りをさせていただきました。その後でございますが対馬丸記念館にも伺わせていただきまして、宝代表理事からもお話をしっかりと伺いました。当時まだ4歳だった宝代表理事、そしてその後その時のことも元よりでありますが、その後のさまざまな思いもあって涙をこみ上げながらご説明をいただきました。そしてまた平和の礎におきましては、ちょうど竹富小学校と中学校の皆様が平和研修に来ておりまして、改めて子どもや若者も含めまして多くの方々が戦火に見舞われたということ、本当に犠牲になられた皆様の御霊に対して深く哀悼の誠を捧げたいと思います。また私はその思いとともにしっかりと与えられた任務であります沖縄の振興のために力を尽くしてまいりたいと決意を新たにしたところであります。またその後でございますけれども、皆様にご案内いただきまして那覇のクルーズターミナルですとか、はい、あるいは牧師の更新市場にも伺いまして活気あふれる皆様との交流もさせていただきましたし、またその後でありますけれども首里城にも伺いました。11ヶ月前にも伺っていたんですけれども、はい、大変復元が進んでおりましたことにも感銘を受けたところでもあります。またその後離島の子どもたち高校生をお預かりしている無理部資料にもお邪魔をさせていただきまして、皆様が大変熱心に子どもたちと向き合ってくださっているその現場の声も伺ってきたところでもございます。本日さまざまなご要望あるというふうに承知しておりますが、中身をしっかりと精査をさせていきながら対応させていただきたいと思っております。また今日はこの後もでありますが、地方自治体を支えてくださっている組長様たちも非常に重要な私はお話を聞く相手だと思っておりますので、ぜひ知事をはじめとした組長様方のお話をしっかりと聞いて自分に与えた担務沖縄の振興に力を尽くしてまいりたいと思います。また知事からもお話がございました、子どもの貧困につきましてであります、本当に深い取り組みに心から感謝を申し上げます。前段までも子ども政策にも対応していた経験もございますので、ぜひ、子どもたちの貧困については非常に重要な事柄だとも思っておりますし、知事からも今お言葉もいただきましたので、しっかりと力を合わせて関係者のご意見を聞いて取り組んでまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。どうも知事大臣どうもありがとうございました。それではしばらくの間ご懇談の出来事をさせていただきたいと思います。どうぞ皆さんからも、はい、大臣、この度はご就任おめでとうございます。君上げて関係申し上げたいと思います。先ほどの要望書に網羅されているようにですね、沖縄県民が望んでいる要望事項大変多いわけでございますが、
やはり最近の沖縄県取り巻く情勢を見渡していきますと、なんと申しましても安保文書、3文書が出て以降ですね、それまで大変静かで平和な関係だったいわゆる沖縄の先島といわれている八重山、宮古島と与那国周辺がですね、大変荒ただしい急展開で、日米一体となった自衛隊の外で住んでいるというようなことについて大きな危惧を持っておりまして、その件についてもですね、内閣府として十分に県民の安全な環境の維持を含めて、静穏な状況がですね、出現できるようにご配慮いただきたいなというふうに思っております。それから経済振興につきましては、おかげさまでコロナの回復とともに観光客は随分回復してまいりましたけれども、ただ準備してお迎えする体制がですね、この3年でかなり崩れてきておりまして、それに向けての体制の早急な体制立て直しというふうなものが待たれております。ついこの前の台風の6号で、2回もですね、行ったり来たりしながら来てるというふうなこともあったこともあって、相当な機会が出てまいりました。それによって改めて沖縄観光に持つ脆弱性というふうなものを見直しを図っていかない課題が結構出てきておりまして、それに向けてもですね、必要に応じて政府にいろいろとお願いをしてまいりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。あと産業振興の面では、いくつも政党補助の立て直しをして、大きな財政需要を必要とする大きなプロジェクトが控えておりますので、その点につきましても、北大と有明石垣、あるいは湯道政党等ですね、ご支援をいただきます。よろしくお願いしたいと思います。照屋知事は長く経済界で活動してこられた方で、そして池田副知事としても調整官はずっと行政職で、取り組んで、来られた方、池田副知事からどうぞ。本日は本当にありがとうございます。私は、主に予算の総括などをしております。ぜひ沖縄振興予算、前年度より増やして概算要求していただいたものと考えておりますが、西普天間の医療拠点も昨今の物価高で建設コストが上昇した分もある程度反映されていると思います。ハード交付金の方もぜひ増額していただいてますが、物価高の影響を考えるとぜひ要求額以上の確保をお願いしたいと思います。また先ほど先日岸田総理から経済対策、その後におそらく補正予算の編成というのがございますので、ぜひ沖縄の今回復基調にあるこの経済をしっかり支えていくためにも、補正予算で所有額の確保についてご尽力いただければと思います。何よりも離島を抱えている離島県ですので、陸路がつながっていないということの不利性が非常に強いのが沖縄の社会的な状況にいろんな場面にそれが及んでいます。ですからもう内閣府沖縄担当部局総合事務局とともに、この沖縄の本来であれば地場産業をもっと育てていってですね、その自律的な経済を目指していきたいというのが我々の目標でもあるんですが、そのためにはやはり市町村も県も必要な社会基盤の整備というものがどうしても今立ち遅れ気味になっているんですね。そこをもう少し基盤を整備することによって、さらなる次の市町村の計画や県の計画とも大きく関わってくるものですから、そこも含めてのまたお力添えをぜひお願いしたいと思います。ありがとうございます。いただきましたご要望誠にありがとうございます。沖縄県には米軍の基地が多く集中しておりまして、県民の皆様にとって、これが大変大きな負担となっていることから、引き続き軽減するということが重要な課題であるということは認識をしてございます。
で私今大臣として担当大臣といたしましては、沖縄の振興策を推進する立場という大臣でございますが、あの基地の跡地利用の促進というものをはじめとして沖縄の振興に邁進してまいりたいと思うところでございます。いただきましたご意見については、あの所管の各関係省庁には趣旨をきちんとお伝えしたいと思ってございます。またコロナの時にも大変お世話になりましてありがとうございました。沖縄県の中で、大変観光が盛んであるということから、コロナの観光という要請を伴った観光客の方のご対応をいただいたことももちろん伺っておりますし、まあ、その後につきましても観光産業の打撃の中で今まさにそれを回復させていく基調にあるということも、私たちも非常に重要な沖縄の自立した経済のためにも重要な政策だと受け止めているところでもございます。予算措置についてもでありますけれども、今回の予算措置ということについては、総額2920億円ということでございますが、防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策に必要な経費について現在事項要求も行っているところでございまして、引き続き強い沖縄経済、自立した経済ということを主眼に二人三脚でと思ってございます。また知事最後におっしゃっていただきました離島でございます、はい、大変私も離島に対しては強い思いを持ってございますので、ぜひ離島振興のための必要な対応ということについてしっかりと私も取り組んでまいりたいと思っております。はい、